こんにちは。ナナプレチャンネルレビューザウォッチ開封動画編です。本日はですね、カシオよりプロトレックアンブラーラインを紹介したいと思います。プロトレックはですね、標準装備として方位、気圧、温度のセンサーをですね装備しているアウトドアギアとしての側面が強いブランドとなっております。そんな中ですね、今回はアングラーというだけあって、釣りフィッシングにですね役に立つ特徴的な機能を装備したモデルをご紹介します。レビューザウォッチ、はい、それでは開けていきたいと思います。今回の動画が初のプロトレックの紹介となるんですが、 G-SHOCK を持っていてもプロトレックは持ってないという方は少なくないんじゃないでしょうか。今回の動画でですね、少しでもプロトレックの魅力をお伝えできればなと思います。はい、いかがでしょうか。山やアウトドアを連想させるイメージカラーであるグリーン、カーキを配色しており、スポーティーなデザインに仕上がっています。取り出してみました。目を引くのはアルミを用いた大型回転ベゼルとワイドな文字盤ですね。大型ローバリが採用されているので視認性も良好です。アウトドアで使われることが前提で作られているのがよくわかる組み合わせになっているかと思います。ケース部分はホイベゼルとなっております。風防はですね、無機ガラスと割れにくい材質ですね。外装にはですね、軽量かつ強固なガラス繊維入りファイリジン製のケースとなっております。ベルトはソフトウレタンバンドが採用されていますね。長時間着用していても手首への負担を軽減する収縮性とフィット感に優れた波打ちタイプとなっております。着用するとこんな感じです。縦が 57.5、 横が 50.8、 厚みが 16.8 となっております。重さは約 73g ですね。ソフトウレタンバンドということもありまして、手首にフィットするので着用感はいいです。ベルト穴も細かくあるので個人の手首周りのサイズに広く対応しております。ケースサイズはですね、小さくはありませんが、着用感の良さから邪魔になるということはないかと思います。次に機能の紹介、ご説明をさせていただきます。モバイルリンクをすることによって機能もより充実しておりまして、ざっと出しても20近くの機能が使用できます。全て紹介しているとキリがないので、プロトレック標準装備である方位、高度、気圧、温度とモバイルリンク機能内のフィッシュモードを中心にご紹介させていただこうと思います。はい、それではまず、各センサーのですね機能説明からさせていただきます。右上のボタンを一度押すと、方位計測モードになります。現在地の把握、目標地点への進行に役に立ちます。右下のボタンをですね一度押すと気圧計測モードになります。はい、通常の時刻モードに切り替えてから、左下のボタンを一度押すと高度計測モードに変わります。気圧の変化からですね高度を計測しているそうです。この状態からもう一度左下のボタンをもう一度押すと、温度計測モードになります。現在地の気温から目的地の気温を予測して防寒対策もできそうですね。はい、では次にですねお待ちかねのモバイルリンク機能のフィッシュモードをご紹介します。専用アプリケーションプロトレックコネクテッドとの連携により可能になった機能になります。何ができるかと言いますと、魚の釣りやすい時刻とアイコンで表示するフィッシングタイマーと、釣れ時の時間帯に入ると自動的に秒針でカウントダウンするフィッシュインタイムが搭載されています。時の満ち欠けと時刻が魚の食事活動に影響を与えるというですね理論に基づいて、その日の釣りに適した時刻を算出しているそうです。では操作してみたいと思います。まずアプリを立ち上げます。そうしてからですね、時計右側面のですね真ん中のボタンを2秒間長押しします。そうしますと、すぐ連携が始まります。約ですね10秒から20秒ほど待つとですねすぐ連携が終わります。はい、これでですねコネクト完了ですね。簡単です。このように様々な機能があるんですけれども、この中より今回はフィッシュモードを選択します。まずこちらフィッシュポイントの設定を行う必要性があるのでタップします。現在地が表示されるので、ズームアウトして、釣りのポイント任意の場所を選択します。使用海岸約3300ポイントがですねデータ集約されております。では試しに当店の近くのポイントをタップしてみます。はい、詳細のデータが出ますのでこの場所を時計に設定します。はい、これで設定が完了いたしました。ではですね、アプリの連携を切ってフィッシングタイマーを見てみようと思います。連携を切ってから左下のボタンを3回ですね押すとフィッシングタイマーの画面になります。そうすると登録した地名の文字の後、魚の釣りやすい時刻とアイコンで表示してくれます。フィッシングタイムのですねアラームはその時刻になるとなってお知らせしてくれます。
またですね、魚が釣れた際にですね、その時の気圧傾向やフィッシングタイムなどの釣り情報と一緒にスマートフォンの位置情報から釣った場所をアプリに記録できるフィッシュメモといった機能もあります。左下のボタンをですね5秒間長押ししてやります。そうしますとスマホと時計の連携が始まります。そうするとこのようにフィッシュメモ OK と表示がされます。そうするとですね、アプリ内のオールメモといった部分から情報の確認が取れます。こちらですね、はい、このようなデータとなっております。過去よく釣れたスポットなどもですね、このようにメモで残すことが可能なので意外と便利な機能かもしれません。他にはフィッシュモード以外にも加速度センサーを内蔵しておりますので歩数計測も可能となっております。こちらですね、歩行時の消費カロリーをアプリ上で確認でき健康管理にも役立ちます。他にはですね、当たり前ながら、時計とスマホを連携したら時刻の自動修正も行われますので、まあ、時刻のズレによる煩わしさも感じることがありません。 Thank you。 はい、いかがでしたでしょうか。 Bluetooth 機能でスマホとコネクトすることによってフィッシングをはじめとするさまざまなアウトドアシーンですね、フィールドで活躍してくれるモデルなんじゃないかなと思います。動画感想や実際に使われている方ですね、コメントぜひいただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。